いつもロペライガチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介するお車は2021年モデルアルピナ B7 ロングアルラット、こちらをミノルさんと一緒にインプレッションいたします。どうぞよろしく。まあ光ってるね。じゃあこういった方は挨拶したんです。え、この子も挨拶したんです。あ、そういうことですか。はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、これ現行モデルですね。はい、もう早速入ってきたんですかと。はい、さすがロペライオというわけでありますね。で、こちら新車価格が2400万円ほど、はい、そしてまだ今年登録、そうですね、走行距離が3000キロというですね、はい、モデルが入ってきているということは高価買い取りをしているということじゃないですか。そこにつながりますと。アルピナも任せてください、はい、もう現行モデルも前型も希少モデルも大歓迎です、はい、昔からアルピナ買い取り、あ、そうだね、はい、一時ここのショールームにアルピナ D5 だらけだった時もあったね、はい、カーセンサー見るとね D5 が全部ロペライオってこともあったね、はい、独禁法に引っかからないようにね、はい、注意しながらやっていきたいと思います。で、買い取りのお問い合わせはこちらです。0120オーハローいい車で QR コードを読み取っていただければ10分のリモート査定ができるわけです、はい、ぜひこの機会にご利用ください。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではですね、安定スタイルの、並走信号を入れますんで、カンペありでのスペック紹介をよろしくお願いいたします。はい、こちらの車ですが 4.4 リッターV8 ツインターボですね、最高出力が608馬力、最大トルクのが 81.6kg となっているようになります、はい、これは760の V12? そうですね、前回、はい、前回やったんですけど、実はその前にもやってたっていうあれが760なんですけど、760が609馬力。なるほど、はい、1馬力しか、1馬力ですよ。それを男は黙って V8 が2人で同じパワーを持っていくと、そういうことであります。すごいじゃないですか。なんか楽しみですね。そうですね、簡単に、簡単というか今日ちょっと回想で乗らせていただいたんですけど、はい、何も無の状態で乗ってたんですけど、はい、なんか前の車もなんかちょっとどいてくれるし、うーん、あ、なんかそんなゆっくり走りたいのに行かせてくれるんだみたいな。あ、そうなの、はい、一応譲ってくれる、はい、鳥山ロードみたいな感じだ。ちょっと分かんない、ね、そんな車でした、はい、そういうこと、はい、でも今日ミノさんがこうショールーム乗ってきて、ね、外からこうやって入ってきたじゃん、あ、はい、うちの、あの品が違ったわ、こっちの、こっちの車の、あ、車の、あそうで、これさ、だってさ、アルピナブルーでしょ、はい、そうですかもしれないけど、なんかこれね、サイド見ると分かるんですけど、デコラインあんまないんですよ。そうなんですよ ね、 本当はね、スポイラーにはアルピナデコラインついてるけど、はい、でフェンダーが入ってサイドに入ってリアにかけてっていうサイドのデコラインだけど、パッと見て、ね、エンブレムは BMW ですけどアルピナって思ったの。来たアルピナ、うん、なんかすごいなこの品は。そうですね、オーラがあるね。あとやっぱこのもう特徴的なこの色ですよね、多分ね。まだオプションなんでしょこのカラーは。そうです、ね、まあ、ずっとオプションなんでしょうね、はい、でまあ、アルピナブルーですとか、まあ、オプションが大体これ150万円ほど、はいはい、こちらちょっとテロップなんですけど入っていて、で、まあ、先ほど新車価格が2400でオプション150万円、はい、で食経費もろもろ入れて、多分アルピナさんはね基本的にお値引きとかね、そういったものはないと思いますので、大体、ね、はい、どうですか、2700万円ぐらいじゃんですかね、はい、それが今ロペライオ価格で2350となってるわけです、はい、どうですか。いや、なんか今聞いただけだとお買い得じゃん、即納だし。そう、即納です、早い、ちょっと お安いというか安くなってるし、うん、いいじゃんって思いますけど、ね、で走行3000キロでしょ、はい、ちょうど慣れ走行も終えて、そうです、あ、じゃあこれからちょっと回して走ろうかみたいな、はい、そんな車ですね、はい、そうです、いつも通りですね、鍵から見ていきたいと思いますけど、今日の鍵はまたいつもと違いますよと。今日はですね、はい、ちょっとポッケの中でちょっと大きかったんですよ、はい、はい、いいね、これは何ていうんですかね、メインでよく使う、皆さん使うんですかね、これは。どうでしょうね、あんまりなんか使ってる姿を僕見たことがあまりない、はい、あ、ないんですけど、まあ、ここがディスプレイ式のやつ。そうだね、はい、これ飲み屋に行ったらモテるんじゃない。これ何、タブレットって言われるタイプですよね。そうだね、はい、
もしもしって、はい、はい、でそしてサイドのボタンで押すと、ここでちょっと今白帯をしているので反応がいまいちですが、なるほど、はい、で大体入ってくるときにはもう電池が入ってないことが多いんで、やっぱ皆さん充電してないんだと、ね、最悪でも車の中で充電できるしね、まあ、そうですね、うんうん、はい、こういう感じです、はい、で裏は、裏はもう何もないです。あ、はい、すっきりとした感じでね、はい、ちょっとシールが貼ってありますけど。でもキーホルダーつけれないってことは、やっぱキーケースみたいなものかなんかに入れて、これだとそうです ね、はい、保管しておく形になるよね。なので今ここで今残りの航続可能距離とか、あ、そういうのも見れる。94キロガソリン入れていかないと、はい、そういうことですか。はい、わかりました。でここで開ける閉めるをやってもらうとどうでしょう、はい、もうちょっと離れましょうかね。で開けます。はい、これは今開けたのかな。今開けました。ああ、ちょっとポジションついたね。あ、結構ゆっくりめですか、うん、あ、いいじゃないですか。一旦閉めます。はい、いい、はい、もう一回じゃあ、はい、開けます。はい、そしてこのね、大きなグリルですよ。このグリルだけ見ただけで、ん、この車は7番だとすぐ分かる方も多いんではないでしょうか、うん、はい、あとフロントリップスポイラー、はい、これなんかちょっと上品というよりはなんかちょっと割と少しワイドになった感じだよね。なんかちょっといかつくなってない？なんか一時のあのちょっと前方のアルファードのモデリストのエアロっぽいような、あ、はい、感じもちょっとしなくもないんですけど、はい、でまた M の760と比較するとやっぱこっちの方がスポーティーなデザインしてますよね。そうだね、はい、普通にかっこいい。かっこいいです。でちゃんとね、ここダミーじゃないですよ。各社今ダミーですけど、ちゃんとあの空気が抜けるようになる。アルピナですからね、タイヤに直接風が抜けると、はい、いう感じです。じゃあちょっとボンネット曲げてみますか。はい、ボンネットはこっちですかね。BMW なんで2回ですよね。あー、すげえアルピナの革の匂いが、うんうん、はい、じゃあこちら心臓になります。あ、そうか、そうか、おー、ぎっちりだね。760なんて本当に12入るのかっていうぐらいだ。こんなパンパンだったんですかね。すごいパンパン。12の時はどうなってたんでしたっけ、ね、あ、そして今ロックがかかっちゃったからセキュリティでルームミラーがさっきめちゃめちゃ赤く光ってる。これピュンピュン鳴っちゃうタイプじゃない？多分僕が今ドア触ったんで閉まったんですよ、反応で。はい、でボンネットが開いてるっていう一番やばい状態じゃん、これ。キュン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 って言っちゃうやつでしょ。これで閉めたら絶対なるよね。やっちゃいましょう。いやいや、ちょっとごめん、じゃあ解除しますね。はい、そうだね、はい、はい、これがサイドです。はい、サイドもデコラインがないっていうのがまたすっきりしてて大人しいよ、はい、え、個人的にどっちが好きですか、ありとなし？いや、なんかデコラインって伝統的なさ、はい、なんかラインじゃん、はい、なんかちょっと古臭い感じもするんだよね。あ、僕はマジっすか、うん、だから外して乗るのもあえてかっこいいなっていう、あんまり主張してないじゃん、まあ、アルピナブルーは主張してるかもしれないけど、あの、ここからこう見ただけだったら、うん、アルピナっていうのはホイール見ない限り分かんないです。まあそうだよね、はい、760に見えちゃうかもしれないね、はい、うん、でもやっぱそう思うとやっぱこのホイールの存在感っていうのはすごいんだろうね。そうですね。でブレーキキャリパーも青くなってるし、はい、これもなんか絶妙なバランスだよね、これね、はい、でこれはオプションの21インチのホイール、うん、あとなんか本当はやっぱシンプルイズベストでさ、なんかホイールがまず軽そう。そうっす ね見てても、はい、ほんとすっきりしてる。あとデザインがずっと変わらない。変わんない、はい、うん、いいですね。はい、じゃあサイズの方はどうでしょうか。はい、フロントが25535の21、あ、でもタイヤがミシランです。なるほど。でリアは29530の21インチ、はい、ふうになっていると。そうですね。僕なんか今こっちから見ててさ、このドアのモールはさ黒なのにさ、この辺はメッキ、この辺もメッキみたいな、なんか統一性はないんだな、はい、確かに。そして後ろから見るとここもさメッキになってて、でマフラーもメッキ、なんかここはすごい好きなんだよね、はい、なんかね、だからあえてこっちはちょっとスポーティーな、ね、ブラックアウトした仕様になっててっていうね。さすがに全部ブラックアウトにしちゃうとまた品がエレガントじゃなくなっちゃう。アルピナらしさはなくなると思いますね。なんか
絶妙なところなんだろうね、ここはね、はい、ちょっとじゃあ運転席も少し見てみますか、はい、これはここからでももちろんオートクロージャーもついてて、そうですね、なんかさ、ドアノブも太くなったね、うん、このそれは760も変わんないですよ、変わんないんだけどなんか太いドアノブだなと思ったのか、これ握って、うわうわー、アルピナのマークがまたかっこいいわ、このシートの色も綺麗な色してますね、ね、外装ブルーに茶、おしゃれだな、ダンディズムって感じです、ステップもやっぱカバー外さずそのまんまなんだね、ブルーのカバー、これだってアルピナブルーだからブルーになってるわけじゃないね、これカバーがついてるんだよね、あ、ついてるついてる、あ、ついてますね、外さないんだね、はい、なんであのせっかく買ったのにもったいなくない、すぐ外すタイプですよね、そう、すぐ外す、僕多分残してるタイプなんで、本当、はい、結局さ、売却されるまで外さなかったそうでしょ、そうです、なんかもったいないな、僕だっていまだに去年つけたレーダーのフィルム、テロテロ、はい、貼りっぱなし、そう、皆さんはいかがでしょうか、はい、あと後ろも見てみましょうか、はい、うわもうシートが、革がなんか高級感あるね、はい、だいぶだってドア開けてもう車内の匂いが違うもん、ちょっと運転席に乗ってもらっていいですか、はい、かっこよくね、はい、乗りやすい、乗りやすい、別にサイドステップ広くてちょっと足当たるみたいな感じもなく、はないし、シートが優しい、柔らかいってこと、柔らかい、エンジンは左はプッシュスタート、はい、よっ、あ、かかるの早いね、早いですね、やっぱ12気筒とまたちょっと音が違いますよね、でそのままちょっと僕後ろ乗っていますね、後ろも広いな、おーし、あ、これはあれなんだね、アルピナのさ、カーテシーライトはついてないんだね、あれはもうメーカーさんのオプションだったりするので、そういうことなのか、はい、ね、普通の白いライトだもんね、欲しかった、はい、で、こう、あー、やっぱそうだよね、760乗った時も思ったの、後ろの着座位置が高いの、だから前座ってる感覚と後ろの感覚違うの、はい、だから結構ね、こういう風にね、前のめりになるよ、後ろは。で、僕が座ると、まあ、ね、こことこっちの屋根の高さは違うんですけど、でも190あったら頭つくと思う。なかなか乗り降りしづらい。あ、そこはしづらいポイントなんです ね。そして2021年にもかかわらず、はい、今時でない灰皿がついてる。後ろは。前も灰皿ついてる？こっちはあのついておりません、あ、一応後ろはそのまんまずっと利用してるんだろうね、はい、あー、いいっすね、はい、であとね、スープラの時じゃないや、Z4 の時もありましたけど、やっぱ BM って言ったらね、センターコンソールがこのようにね、2つに開くタイプになってるわけですよね、はい、こういう感じですね、これは BMW の伝統ではあります、はい、うん、だから深さはないですね、深さないんだよね、はい、意外と、うん、で、これは番号言っていいか分かんないですけど、シリアル番が238番、238、はい、あー、びっくりした、283かと思った、そしたらツーパーサーだった3連単当たるかな、ハズレです、ハズレ、はい、3連複ですね、3連複ね、はい、で、はい、あとはあ、ジェスチャーね、はい、ジェスチャーモーションというんですか、はい、あのまだ自分そんな使いこなせないんであれですけど、でオプションとしては多分ヘッドレストのエンボスだったりとか、あ、はい、いいね、あとバックスキンが黒のね、はい、やっぱルーフ黒がやっぱトレンドですよ、これやっぱいいですよ ね、そしてさ、このドアノズルのところまでさ、ウッドだね、もう S600 とかさ、760の高級仕様みたいな感じですよ、ああはい、でこれも多分アンビエントライトがついてるんで、あ、ね、それで雰囲気変えられます、このさ、ルームランプのさ、形状がさ、テールと一緒だね、なんかこういうこれですよね、ね、流線形というか、はい、ちょっとおしゃれなおしゃれインテリアなんです、う
バニティミラーも大きい。すごい大きいわ。あと機能としては基本的には、まあ、7だから一緒で特に7シリーズもそうですし、あの BMW と基本的にはどうせ変わらないので。そうですか、はい、アルピナの特徴的なのはないし。ないですね、はい、これ今ちょっとびっくりしたことを気づいたんですけど、はい、この多くを語らないアルピナのシンボルマーク、このエアコン吹き出し口の黒じゃん、はい、いつも色入ってたのに。こっちから見たらシルバーっぽく見えますよ。あ、そうなの。はい、見えません。光ってる加減でってこと。角度によって若干変わるかもしれないです。こっから見たらシルバーです。でも基本的にはなんかあんまり主張がなくなったね。ドーンとアルピナマークみたいな感じじゃないんだよね、はい、確かに。うん、分かりました。はい、あとまあ後ろはここに肘掛けがあるんで、これをこうやって出すのかな。カメラ持ちましょうか。あ、お願いします。こうですね。はい、このなんか革がエルメスの革みたいな感じだね、なんかね。前、うん、レバニラレザーでしたっけ。レバニラだっけ。ラバニラ。あ、なんかあったね。今なんかお昼ご飯考えてて混ざってない。昨日だったね、もしかして、うん、確かにね、うん、レバニラレザーみたいなのがあったかもしれないです。あ、横にさ、あれシートポジションがあるんですね。ね、そうです、ね、だからドアではないですね。あとここもトランクスルーになってる。はい、開けますね。はい、こんなもんですか。でも前760のレビューでも言ったと思うんですけど、後ろ乗るんだったらベンツの方がいいなみたいな話をしたんですよ。言ってました、うん、やっぱね、これね、ここの長さは結構あるから言ったりですけど、ここは、ね、高さはちょっとなみたいなところはちょっとねあります。あとこうライトがつきますよね、はい、このライトがまたおしゃれですね。そう、カメラで映ってるかどうか分かんないけど、今ついてる状態がこれ消えましたね。はい、こちら後ろです、はい、後ろはテールはこれ繋がってるのかね、これもね。あ、繋がってるんですね。ちょっとじゃあ開けるボタンを押してもらっていいですか。今ちょっと開けます、はい、うわー、かっこいい。ちょっとアニメーション入ってるじゃん。繋がってる。閉めますよ。ずるい。好きそう。大好き。じゃあもう一回開けます。はい、うん、いいね。これ真っ暗の中でやりたかったですね。でマフラーは2本2本の4本もあって、はい、リアディフューザーもしっかりついて。そうですね、はい、なんかアルピナなんだけどすごいスポーティーな車になんか変わってきた気がするね。でトランクスポイラーがついて。そうよね、はい、でトランク開けてみましょうか。はい、トランクは、あ、広い。広いじゃないですか、これ。やっぱ BM は広いよね、トランク。メルセデスさんはちょっと最近狭めですけど。これは、あ、クッション。これやっぱさ、マイバッハやさ、メルセデスのショーファーに対抗して BM さんも作ってきましたよと。そうですね、プチンと止めるんでしょ、これ。これもね、本当あると気持ちいいんですよ。これ、され心地いいですね。ね、だからね、ヘッドレストのところ裏にパチンパチンってこういう風に止める感じになります、はい、これもいいっすよ。で、これだったらさ、ゴルフバッグはさ、ドライバー斜めかもしれないけどさ、縦にこれね、ポンポンって。縦はでも、ちょっと厳しい。ドライバー抜けばいい、まあ、ね、軽量バッグだったりというかしないです、はい、でも横は全然余裕があるんで。余裕ですね、うん、で、ここは一切触ってないです。テープだ、ほんとだ。普通に白かと思ったんだけど、そんなわけないね、メッキだね、はい。テロテロはこれ次のオーナーさんに剥がす権利がある、はい、我々にはその権利がないと。スパッて外されそうですね。で、こっちの、あ、中はこれ、あ、開くね。あ、バッテリーが、あ、バッテリー、じゃバッテリー2つですね。エンジンルームにあったんで大きいね。さすがでもこれ交換しやすいですね。確かにね、はい、いいね、いいね。はい、じゃあこれが今一応スモールついてるけど、これが一応まあオートの、あ、お、スモールの状態ってこと。これ今スモールの状態です、はい、で、ライトオン。あー、いいね、 BMW レーザーが効いてます。で、ハイビーム。おー、いいね、はい。
はい、ウィンカー、眩しい、すごい明るい。はい、で、まあフォグはないもんね。フォグはなしです。はい、じゃあ優しい本、 OK、 優しくできません。 OK、 はい、おお、え、今何したの。あ、今ロック解除しました。ああ、はい、じゃあエンジンかけましょう。はい、かけます。いいなあ、この立体感のある。はい、ではライトオフはないんだよね、これはね。じゃあこの状態で OK です。じゃあブレーキ踏んじゃいますか。おお、ブレーキランプが新しくつくわけじゃなくて同じところがねつくんですね。はい、でウィンカー、あー、シーケンシャルにはならない。はい、バック、あー、真ん中2つですね。はい、リアフォグ、あ、右側ですね。リアフォグでブレーキ踏んで、あ、踏んでるのか今。あ、今踏みます。じゃあ、はい、あー、でウィンカーやってみてください。あー、これ別に変わらないですね。はい、 OK です。じゃあ、あとマフラーをよろしいでしょうか。はい、まずじゃあコンフォートでいきます。おお、いい音。次、スポーツ、これスポーツプラスかな、スポーツ、いいね。これでまずスポーツです。最後スポーツプラスいきます。いいね。はい、こんな感じです。いやー、マフラー音がすごかった。なんか押した瞬間に切り替わったのがはっきり分かってね。あ、面白そうだな、これ。面白そうだね。はい、ということで608馬力、はい、アルピナ B7試乗レポート行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ではよろしいですか。ドライブに入れてミラーよし、ミラーもよし。おお、なんか、あ、ブレーキがあるか。おお、なんか高級感あるな。なんかステーリングいい革使ってますよね。ね、すごいいい。なんかグリップがいいとなんかさ、運転も変わる気がする。ゴルフと一緒ですね。ゴルフと一緒だよね、これね。お、あ、これ今私がシートポジションをやってるからですね。すごいね、そんな表示が出てくれるんだ。おお、びっくりしたな、この音。オッケーかな。気をつけてください、巻き込まないでください。うわ、かっこいいぞ、絶対これ。うわ、リップ、うわ、反射してる自分の車を見るとテンション上がるね、これ。かっこいい。こうじゃなくて、サンルーフはどこ？あ、こうか。これは高級感あるぜ。そして静かなんですよ。まあ、これはすごそうだ。静かですが、踏み込むと、うわ、軽快。すごい軽快なんですよね。うわ、めっちゃ軽快。アクセルペダルもなんか軽いね。これだよ、このしなやかさ。アルピナ、3度の道よりはアルピナだよって。そして21インチ履いてると僕さっき知らなかったんですけど、うん、全くそんな感じしないですよね。ね、軽い。これホイールも軽いわ、すごいね。どんどん前に進んでいくよ。うわ、ホイール軽いとこんなに違うんだ。行っちゃってる。うわ、これはすごいぞ。これブレーキも軽い、軽いんだけどしっかり止まるわ。あ、これすごいかも。これね、なんかもうここのガソリンスタンドまでに距離で分かった、この車の凄さが。もうあの埼玉線でいう U ターンするタイミングで分かったっていう。そう、分かった。すごいな、なんか携帯触ってるみたい。これさ、でもさ、勘違いされちゃわないかね。
運転中にさこうやって見てたらさ、いやこれスマホじゃないんで、でも基本的にながらはダメだから注意はされるかもしれないけど、はい、セキュリティ情報、車両情報、航続距離情報、あとエアコン設定っていうのが今できる状態ですね、この鍵で。へえ、すごいね。自動駐車もできるでしょこれ。あ、その機能もあるんですかね、うん、多分あると思う。いやこれは最近乗ったセダンの中ではいいぞ。しかもこれなんか何気にちょっとさ、つやりの黒みたいな。そう、あのそうです、あの一瞬僕はロールスロイスかと思いました。あ、ロールスロイスだもんね、言っちゃえばね。で、あのバックに入れた時に車両、うん、あのイラストが出るじゃないですか、うんうん、あれも青だったっていう。え、入れてみていい？はい、ほら、おー、ほんとだー。え、アルピナブルー細かいなと思ってやるなー。え、じゃあ白だったら白とかなんのかね。なんですかね。ラッピングしたら得意のラッピングしたら元色です、ね、イノッチ奥義ラッピング、はい、確かサブチャンネルで見てこれほんとね。あ、ホイールが軽いからかな、すごいよ。もうほんと足回りが軽快すぎる。そうですね、運転してると多分それを感じますね。感じる、すごいね。いやこれいいわ。コンポートでコンポートで走っててもなんかスポーツのような回転のギアの変わり方するね。ああ、ちょっとまだ入れなくて大丈夫ですか、うん、ちょっとパドル使ってみよう。これ4速 M4 M3ピタッと、これね、もうアルピタって感じだ。アルピタ。うわ、あ、これはいいぞ。うわ、これはいいぞ。ちょっといいぞ、これ。すごいね、これ。うわら、レンジの時は違うな。これはいいよ。びっくり。何これ。すごいな、ホイールがすごいのか。足回りがすごいのか。すごい。感動レベル。ちょっとスポーツ、ここ、はい、スポーツ、1回でスポーツ、今それスポーツプラスになりましたね。インディビデュアル、これでスポーツ、はい。うわいい、これいいっすよ、ね、街もいいし、あ、やば、これもうこれ100点じゃない本当にちょっとびっくりした。なんかね、運転してる時の感覚がね、なんか違うもん。なんか自分の中のなんかノウハウが違うものを、うん、なんかね、にも反応して。ああ、はい。そう、ただ運転を楽しむ乗り心地側じゃなくて、アクセル踏んだ時のこの軽快さがすごい。やっぱちょっと、あの M760 とはまた全く別物。別物。うん、別物すぎる。で多分これちょっと今スポーツモードにしてるんで車高が若干下がってるはずですね。うわ、最高、サイアンドコー出ました、サイアンドコー。え、これさ乗ってきたじゃん、はい、感動しなかった。え、よかったですよ、ね、すごいよこれ。え、ちょっとスポプラ行っていい？あ、チョコプラ行っていい？いや絶妙だ。だからなんか優雅に走ることもできる、うん、ちょっとワイルドになることもできる、二刀流です。いや、三刀流行くかも、ね、三刀流行きます。これはね、なんかね、あの空飛ぶ絨毯とか魔法の絨毯みたいなのごしとは違うんだけど、はい、タイヤついてるっていうぐらい足回りの重さを感じない。はい、結構すごいで、この車は。でもね、パドルシフトというかこのスイッチスロニック、はい、なかなか遠いね。そうなんですよね。そうで、これここでしか押せないじゃん、はい、なんかだからあのパンっていうあれができないですよね、うん、
ちょっと音を感じていいですか。どうぞお願いします。スポーツプラスで今2速安全に ETC リレーを通過。通過。うわアクセルすごい。これ4駆ですもんね。4駆だから、だからかな、この挙動は。これさもうホイールがすごいんだな、多分足回りが。これなんかね、フェラーリ乗ってもランボ乗ってもこの体感はないよ。わすごい。何に近いんだろう。で AMG とはまたちょっと別ですもんね。やっぱ高速乗るとエコじゃなくて、やっぱ最低コンフォートぐらいで走ってたいね。いやいいなぁ、すっごくいい。これの車両設定とかで、車両情報、エクスペリエンスモード。21インチだからちょっとタイヤの硬さは感じるけど、多少だね。あー、何なんだこの足回りは。すごっ。え？走る系が好きなんですね。多分なんかそこに目覚めてる感じがする。いやーすごい。そうこれやっぱね、ホイールが軽いからかね、まるでカーボンブレーキを踏んでるかのような。いや違う、あけぼのブレーキだ、踏んでるような。コーナーとかも、おお、すっごいよこの、すごいなんか素直に切れてきます。ちょっとさ、ここのシート調整なのかしらないけど、メルセデスに比べればさ、はい、なんかスポなんかタイト感がないよね、なんかね。なんか結構肩流れちゃうね。ダイナミックシート。ダイナミックシートがないから。あー、これはすげえ。これ乗ったら、ほんと他の車乗れなくなるよっていうぐらい。ほんとすごい。それは街中と高速道路も両方乗って、両方確かに下道良かったなと思いますもん。いやこれね、ちょっとした革命だよ、それくらい。はい、何がどう変わったのかは明確には答えられないけどフィーリングとしてはもう初めての体感。おー、はい、シートベルト軽いし、すごいコーナーセンサーの音がめっちゃ耳の後ろから聞こえた。いや、着座やっぱ頭の位置高いな。それは下がんないんですよね。そうだね。おお、おお、なんか豪快だね。ちょっとすみません、ワイルド、ワイルドでした。あ、でも運転してないとこのホイールの軽さとかは気がつかないね。ですよね。うん、あのステアリングを握ってるからか、うん、それを感じるというんですかね。うわー、やっぱ後ろ高いな、着座ポジションが。これはでも人 後ろに人が乗ってると、うん、あ、なんか丁寧な運転をしなきゃいけないんだって勘違いしちゃうんですよね。あ、それ勘違いじゃない。勘違いじゃないえ、それ普通そうだよ。あ、普通そうなんか飛ばそうとしてんだいや、なんかアルピナってそういう車なのかな。うわー、なんか余裕でしょ走り。はい、でもこのなんか難しいところは、
この車を買う層と買える層って多分ご、まあ、年齢層上がると思うのよ。はい、あ、高めってことですか。そう、そうそう、はい、だけどこのサイズ感を乗りこなせるかっていう。そうなんですよ ね、 ね、そこは出てきますね、うん、だいたい逆にもう5シリーズとかの方が運転しやすかったりする、ね、5、4、3に行っちゃうお年頃、はい、なんだけどその層が好きな価格帯。あれですか、アルピナも若返りかを図ろうとしてないですか。あ、だからあえてのデコサイドのデコラインもなし。これはね本当年齢層ちょっと若い方とか乗ると本当楽しいと思うな。やっぱ基本はドライバーズカーだね、思った。これいわゆるロングだよね。ロングですね。 5m26 あるんで普通の S のロングとか。ロングにしてはもうちょっと広くてもいいような気がする。それはこの屋根の低さかな、がゆえにこのスタイリッシュでスポーティーな仕様が。確かにこれパドルシフトじゃないから、うん、なんかあまりこれを使おうとは思わないですね。そうだ、でもそこもさ、この層なんだと思うんだよね。そうですね、そうだけに。うわ、ああ、それ今スポーツ？いや、今これは普通のコンフォートです。ああ、そうですか。2021年モデルアルピナ B7 ロングアルラットでございますが、井上さんから100点満点で総評お願いします。はい、100点満点で言うと、はい、90点。おお、はい、理由は何でしょうか。はい、運転乗ってる感じはやっぱ乗り心地がいいけど、運転の楽しさが僕はあんまなかったんですよ。ああ、そうなんだ。はい、へえ。あの、まあ、ビッグセダンなんでそんなにスピードを飛ばすっていうあれもなかったんですけど、うん、AMG の方が僕はそのエグゾーストオンだったりとか、うん、足回り そのもう少しの固めなセッティングっていうところがスポーツ感というかに近いのかなって、まあ、ワイルドだよね。はい、同じ例えば63エンジンにしても、うん、あっちの方が多分550馬力とか、うん、そういう性能ですけど、パワフル感はあっちの方が強かったかなっていうところで、うん、ちょっと90点っていう点数をつけましたけど。わ、はい、かりました。はい、じゃあどんな方にお似合いの車でしょうか。アウディ S8、うん、と僕系統は一緒なのかなって最初思ってたんですね、うん、4駆で、うん、ハイパワーでっていうところが、まあ、5年配の人に多分もうこのサイズ感は正直運転するのは大変だと思うんです。うん、なのでもう逆にある程度 4,50 代の方がちょっと渋く乗りたい人、うん、で僕と真反対でそのパワフルさとかいらない人には合うのかなって思いました。うん、なるほどね。はい、わかりました。はい、お願いします。私点数100点。うわ、出た、やっぱり101点でもいい。おお、感動しました。これは車業界の革命や、まあ、そんな気持ちです。うん、それはやっぱり足回りですか。足回りはすごかった。これはびっくりしたわ。うん、うん、ホイールがすごいのか足回りがすごいのかちょっと何がすごいのか分かんないけど、本当にね浮いてる感じだった。はい、もう軽快すぎてもうタイヤホイールの重さを全く感じさせない、そんな車で、なおかつ走りも、なおかつブレーキも、加速も良かった、どれも良かった。パドルシフトがスイッチトレーニングか、これがちょっと遠いっていうぐらいで、はい、僕の中指だでもちょっと遠かったなと思うぐらいで、そんなの別にもうね関係ないっす、うん、絶妙だから。これね、どんな方にお似合いかってことにもなるんですけど、ね、S63 だったり BM の7だったりベントレーのフライングスパーだったりね、いろいろあると思うんですけど、
価格が2300、400万円ぐらい、そうですね、うん、くらいで選ぶ選択肢にやっぱりベントレー S のこの王道のオラオラ感っていうよりはちょっと BM の7ですか、あ、よく見たらアルビナなんですね、でも運転したらこんなに楽しいんですよっていうこの体感を味わう、なんかまあなんていうの、その自己満の世界で、なんか全然面白く運転できる車だなと思ったね、これ。そうですね、もう僕は逆に高回転に回すこともなかったんで今回、うん、いやでもこれすごかったな、割と感動レベルでした、だから騙されたと思ってね乗ってほしいなと思いますし、川越さんじゃあ3000万あげるから車これ買うんですかって言われたらちょっとね迷うんですけど確かにね S の方がなとかっていうの思うんですけど、僕なんか最近のなんか S のなんか見た目のインパクトがちょっとなくなったなっても思うしね、アウディにしても、ね、こんな言い方してるかもしれないですけど、なんかちょっとどれがどれかよく分かんなくなってきたなみたいな。そうですね、でもこの7はドーンとした佇まいに、はい、BM かアルピナかって言われたらちょっと一瞬迷うかもしれないけど、このオーラがもう出てるから、そういった意味でもなんか今の時代とはなんか別の、なんかある意味その BMW アルピナの信念を貫いて作った車だなみたいな、はい、そんな気がしたんですごく良かったです。ということで、今回アルピナ B7 をインプレッションいたしました、はい、引き続きサブチャンネルのオペ中もどうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。